はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。自然菜園ライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、実はですね、今日この不織布についてね、ちょっとご紹介したいと思います。皆さんブログとかで見ていただいているとね、なんで竹内さん不織布なんて使ってるんですか、この布なんですかって話なんですけども、この布は不織布といって1枚かけとくと保温されたり、もしくは保湿されたりするので、お野菜がね、寒くて霜とかで雪で育たない時もこの不織布1枚で結構よく育ってくれるんですね。僕はここで長野県でやってるので、結構寒かったりするし雪も多かったりするので、この保温材である不織布を毛布みたいな形で使ってます。実はですね、もう一つ理由があります。実はこの畑鹿が出るんですなのでね、実は不織布かけとかないと鹿さんが雪が溶けた後に来て食べちゃうんですよ、夜中に。なので実はこれ お野菜のためにもかけてるんですけども、人間が野菜を食べる前に鹿さんとか、皆さんだったら都会でしたら、鳥が葉っぱを食べちゃってボロボロにされたとかっていう形だったり、タヌキが掘ったりとかっていう形で鳥の被害、そういう方はね、ぜひね、こういう不織布であったり、暑くしたくない方は寒冷紗みたいな形で1枚覆っとくと、非常にね、野菜がこの下で元気に育ってくれます。まあそろそろ取りたいんですけどね、ずっとかけとくと、これキャベツなんですけど、ごめんなさいね、影入っちゃって、キャベツなんですけど、これ越冬キャベツなんです。なので春キャベツですね。なので実はこのキャベツ不織布かけとかないと雪の下で溶けちゃったり、もしくは寒くて枯れちゃったり、もしくは鹿さんに食べられちゃったりして春先に食べれないんですけど、この不織布1枚かけとくと、お野菜も霜に負けないですし、ここにそら豆もあるんですけども、そら豆もちゃんと越冬しましたし、食べられなかったんで無事うまくいきました。そんな形でね、なるべくビニールは使いたくないので節約してるんですけども、どうせ使うんであれば長いこと使えるように、もしくはやっぱり人間と生き物がね、喧嘩せずに生きていく方法として、まあ皆さんもお布団とかダウンジャケット着ますよね。そんな形でちょっと1枚工夫すると、鹿さんの被害合わなかったり、鹿さんもね、食べちゃうとこれで子供をいっぱい産んじゃうので、野菜とか食べちゃうと農作物を、そうすると結果的に里に降りてきて食べる、そして子供をいっぱい産む、被害がどんどん増大していくので、こんな1枚で仲良く住み分けることができるんだったらいいなと思ってます。都会の人はね、鳥よけで使ってみるとおすすめです。はい、今日はね、実はお知らせが一つあります。概要欄見ていただくと分かるんですけども、2月27日大月講演会が決まりました。去年もね、1月に新宿で200人のね、講演会させていただいたんですけども、さすがにこの緊急事態宣言が出ている時に人数を集めては無理なので、今回 YouTube でライブ配信、しかも無料で行おうと思ってます。都心に住みながら農ある暮らしに近づこうっていう講演会を予定してます。もしよかったらね、僕も出ますので、ライブ配信で皆さん無料で見れるので見てみてください。大月はね、新宿からだいたい1時間ぐらいで行ける山梨県なんですけども、いいところで、前大月港といって、今年休校してますけども、自然サイエンススクールもやってるので、もしよろしかったらね、大月のライブ配信を見ていただいたり、町田でやっている自然サイエンススクールをね、参加させてしていただけたら、皆さんとお会いできるかなと思ってます。はい、以上です。詳しくは概要欄見てください。またね、ありがとうございました。